いちごちゃんって本当に幸せそうにケーキ食べるよね。だって本当に美味しいんだもん。それにこのバラのケーキ美味しいだけじゃないんだよ。え？目をつむって食べてみて。目を？はい。パパおやつだよさあさつき大丈夫か？怪我は？ごめんなさい、ごめんなさい。さつき、バラはまた育てていけばいい。クッキーはママと一緒にもう一度作り直そう。だから泣くことはないよ。僕のこと嫌いにならない。ならないよ。どんなことがあってもパパはさつきを愛してるよ。ずっと。だからほら、笑って。僕もだよ。パパのことずっと大好き。本当だ。すごい。あんな記憶が。これを食べると思い出すの。子供の頃のこと。懐かしくて、なんだか切なくなる。バラの香りのせいだね。香りは、記憶も刺激するっていうからな。花房くんのパパに感謝だね。え？香料のおかげで、こんな素敵なケーキが作れたんだもん。いちごちゃんのおかげだよ。チーム内恋愛は禁止だからだ。何を今時ね、いちごちゃん。そうだよ、ほっぺにチューなんて花房くんにとっては挨拶だよね、花房くん。そうだね。どんなやつだよ、僕って。ほんとおいしい。いちご食べすぎ、みんなの分がなくなっちゃうでしょ。天野さん、天然でよかったね。ああ、なんだっす。別に、天野さんが沼に落ちるとき、すごい出しだったよな。あれはあいつが無茶するから。つうか、普通飛び込まねえよ。アンリ先生、ケーキグランプリ1回戦突破しました。バラのケーキ、先生にも食べさせたいな。チーム内恋愛は禁止だからだ。何を今時ね、いちごちゃん。そうだ。